お疲れです。今回は前回の改善動画となります。前回の動画を見てない方はこちらの動画をチェックしてから見てください。立ち位置は真横に立ちましょう。体の丸みに沿って締めましょう。持ち手を体に近づけましょう。帯の下を持ちましょう。あらかじめ幅を出しておきましょう。補正をしっかり入れましょう。帯が緩むという方はぜひご自身の動きをチェックしてみてください。フォロー、いいね、よろしくお願いします。ご質問はコメント欄からお待ちしてます。お疲れです。